先輩、彼女いたんだ。カット！ OK です。恥ずかしい、今回のセリフ。めちゃくちゃ良かったよ。俺の名前は鈴木雅人、高校2年生、映画同好会の一員だ。福田さん、演技上手くなってない？こいつは木村るか、二人しかいない映画同好会のもう片方だ。だよな、福田さんに役者頼んでよかった。ちょっと。はい。喜ぶ前に周り見てよ。ここあなたたち専用の教室。あ、ごめん、すぐ避けるから。いつまで待たせるのよ、マジうざい。女子取るのに熱中しすぎ、こっち見ないでくれる？ごめん、きっつい。相変わらずだな、この双子。彼女たちは学校で一番の有名人だ。高野カレンとエミリー、学校まで運転手が迎えに来るようなお嬢様である。やっぱまだ怒ってんのか。お嬢様たちの顔に泥塗ったから仕方ないけどな。映画に出てくれってこっちから頼んどいて。その作品をお蔵入りにしたんだもんな。それでも前は結構仲良かったんだけどな。1時間後、あの二人にまた映画に出てくれなんて言ってもな、火に油だろうし。ん？ちょ、危な！それから5日が経った。元に戻るまで10週間。命助かって後遺症の心配なしなら喜ぶべきだけどよ。映画コンクールどうする？応募したいけど。失礼します。あ、高野さん。鈴木くん、本当にごめんなさい、私たちのせいで。お嬢様の責任では。私の不注意です、本当に申し訳ない。私たちを迎えに来たんだから。いや、メールでもお伝えしましたけど、そんな責任感じないでください。男の子のお母さんにも散々謝られたし、逆に気の毒で。手術代は当然弁償するとして、他に何かできないかしら？お詫びがしたいの。この申し出も男の子のお母さんと同じ。なあ、さっきの話聞くだけ聞いてみれば。あの、俺たちまた映画撮ってて、高校生向けのコンクールに応募したいんだ。それを手伝ってもらうとか。あの子が主演の？うん、顔怖。分かったわ。え、いいの？お詫びするって言ったし。マジか、二人に手伝ってもらえばなんとか。ありがとう。いやいやって顔だ。高野さんたちに出演依頼した映画はボツにして、今度は裏方やらせるんだもんな。そりゃ怒って当然か。その後、これからどうするかを話し合い、高野さんたちは帰っていった。翌日。見て、お休み中よ。嘘。うん、あ、俺寝てたのか。誰か来てる。し、起きちゃうわ。ごめん。この声、高野さんたち。あー、かわいい。食べちゃいたい。食べちゃう？二人でシェアしよう。聞き間違い。食べるってなんだよ、怖。寝てるうちに。ちょ、何する気だよ。高野さん！あの、今何か言った？何が？学校のプリントを届けに来たわ。起こしちゃった？調子良さそうでよかった。学校のみんな心配してる。よかったら連絡してあげて。なんなら今すぐ連絡して。ああ、うん。めっちゃ早口。まあいや、触れないでおこう。何してるの？昼寝してたから汗かいて、気持ち悪いから拭きたいんだ。片手じゃ無理よ、タオル貸して。え？いいから貸して。ああ、別にいいのに。いいからいいから。いい、すごくいい。ん？ありがとう。タオルを。洗ってくるわ。え？いいよそれは。いいから。本当に洗うの？まさか。ん？数分後。遅かったね。タオルは？看護師さんに渡してきた。何書いてたの？
映画のアイディア。鈴木くん、これお見舞いのお菓子。そんな気を使わないでよ。私たちの気が済まないから。でも手がそれじゃ食べられないわね。今包み開けるから待って。はい、あーん。左手は使えるから。あーん。あの高野さん。あー、何こういう嫌がらせ。あ、ごめん。全然。はい、ありがとう。大丈夫？何が？ペン持てる？大丈夫だからって話してもらって。本当にごめん鈴木くん、いろいろ困ってるみたいね。今日休みに来てよかったわ。明日も手伝いに来るから遠慮しないで。いや、そんな。私たちも助かるから。助かる？二人はそれから毎日来てくれた。もういいよと何度も言ったのだが、俺に怪我させたことで相当罪悪感があるらしい。ルカも何度か来て映画のことについて話し合った。入院から2週間が経ち、俺は退院し、さらに1週間後、俺たちは高野さんの家で撮影を行うために集まった。てか宮殿か。撮影しないの？ごめん、今行く。鈴木くん、さっき撮ったのどんな感じ？見る？どうなのよ、見たい。あの、狭いんだけど。30分後。高野さん、なんで俺撮ってるの？メイキング作ろうと思って。そうなんだ。ルカも撮れば？まずは監督の鈴木くんを抑えないと。ああ。見てこれ、いいのが撮れたわよ。いい、すごくいい。何？その後せっかくだからと二人の家にあげてもらうと。すごっ、プロが使う機材じゃない。高野さんたちも動画編集とかするの？まあたまに。あとミニシアターとかもあるわよ。本当に？この映像も作品の素材にしなきゃ。カットするとこある？変なことに使わないだろうな、俺の動画。家の中を一通り見学させてもらい、その日は帰宅した。その後も高野さんたちの家で撮影させてもらうことになった。それから2ヶ月が過ぎ、俺の腕もほとんど治ってきたが、今も高野さんたちは映画作りに協力してくれている。鈴木くん、女子撮るの本当にうまい。どうも。なぜ女子限定？次回作はどうするの？また福田さんが主演？今回の作品で手一杯だし、次のことはまだ。鈴木くんの女たらし。はい？なんで？なんでもない。皆さん、お茶にしませんか？鈴木様、先ほどのエミリお嬢様とのお話ですが。何でしょう？お嬢様方はあの映画の完成を心待ちにしていたんです。鈴木様が1年生の時に撮影したあの映画を。そうですか。お嬢様方の気持ちをお察しいただけませんでしょうか？怒ってて当然だと思います。1年生の時の話だ。俺は文化祭で展示する映画を準備していた。何度お願いされても無理よ。文化祭の実行委員の仕事もあるし。そこをなんとか。私たちじゃなくても。高野さんたちしかいないんだよ。気品があって美人で画面に映える子なんて。うん、くどいてるの？お願いします。もう分かったわよ。綺麗、私たちに見えない。撮影と同時に編集までしてるの？そう言ってもらえると嬉しいよ。鈴木くん、この道に進むの？目指してはいるよ。プロになれるのなんて一握りだけど。鈴木くんがプロになったらまた撮ってもらおうかな。二人なら女優になれそうだよね。またそういうこと。私たちいいように丸め込まれたよね。鈴木くんには責任取ってもらわないと。頑張っていい映画にするから。それだけ？映画完成したら話があるんだけど。何？完成したら話す。忙しい合間を縫って二人は撮影に協力してくれた。リテイクにも何度も応じてくれたし、本当に感謝していたのだが。ごめんなさい、5分ちょうだい。ちゃんとセリフ覚えるから。今まで
セリフ間違いとかなかったよね。疲れてる？実行委員の仕事とか家の用事とかいろいろ重なっちゃって、3時間くらいは寝てるし大丈夫。3時間？休んだ方が。これくらい私たちは平気。ああ。どういうこと？脚本に変更があって、他の女子で行くことにしたんだ。二人には降りてもらいたい。私たちしかいないって。悪いけど。何よ、私たちがどれだけ鈴木くんの映画を楽しみに。本当にごめん。あの、前に言ってた話って。もういい。ああでも言わないと。二人とも休んでくれないと思って。二人の怒り方尋常じゃなかったですよ。文化祭の後に本当のこと言っても信じてもらえないんじゃないかと思って。今お嬢様たちにお伝えすることは難しいですか？二人とも事故のことで俺に罪悪感持ってるから。伝えてあげてくれませんか？お嬢様たちにとって鈴木様のお気持ちを知らないことの方が辛いと思います。わかりました。そしてごめんなさい。謝るの俺の方だから。でも私たち鈴木くんに散々ひどい態度を。俺が本当のことを言わなかったからだよ。それでもしよかったらさ、メイキングの映像で二人のこと撮りたいんだけど。本当？だからカレンさんのカメラ貸してくれない？え？それでメイキングの映像撮ってたんでしょ？あ、そうだけど気持ちだけで十分だから。そう？まあせっかく撮ってきたから最後まで自分で撮りたいだろうけど。本当に気持ちは嬉しいの。でもこのカメラはデータを写し終わったら貸せるけど。うん？とにかく俺たちは和解できたはずだったのだが。どうも。悪くはないんだけど何か足りないような。誰かに意見聞くか？ OB の先輩とか。映画研究会って二人だけじゃなかったんだ。昔はいたんだよ。コンクールで入賞とかしてたんだ。でもアマチュアでしょ。プロの意見聞きましょうよ。コネを使えば映画監督呼べると思うから。プロの映画監督？それはダメだよ。反則だって。素人の作品見せるなんて恐れ多いし。そう？結局俺たちは OB の先輩に連絡を取った。他の用事もあるらしく高校まで来てくれるとの返信だった。そして約束の日。セリフ長すぎ。絵で見せないとダメだって。はい。あと物語に山も谷もないな。観客を寝かせたいのか？いえ、辛口だな。でも言ってることは当たってるし。他の映画見て勉強してるか？お前らまだ個性出すとか以前のレベルだぞ。ちょっと何なの？さっきから黙って聞いてれば。高野さん、鈴木くんや木村くんがどれだけ努力してるかも知らないで。あなたはどんな映画撮ってるの？俺？二人とも俺やルカに気を使わないでいいから落ち着いて。人の映画にどうこう言える立場なの？ちょっとストップ。こっちから頼んできてもらってるんだ。先輩に失礼だよ。だけど気持ちはありがたいよ。でもどうしても話を聞けないなら少しの間出て行ってくれるかな？あ、鈴木くん、もういい、出てく。それから30分後。オープニングの5分くらいは全部撮り直しだな。うん。落ち込む前にさ、お嬢様たち謝りに行けよ。先輩も悪かったって言ってただろ。謝るけどさ、まだ怒ってるだろうし時間置かないと。怒ってりゃいいけどな。泣いてたりして。まさかあの二人だぞ。好きな人に出てけって言われたら傷つくだろ。好き？お前嘘だろ。気づいてなかったのかよ。お嬢様たちがあんな熱心に協力してくれたのなんでだと思ってたんだ。事故の罪悪感とかいろいろだったら事務的に手伝って終わりだろ。先輩に噛みつくまで入れ込んでたろうが。それを言ったらお前を好きな可能性も。悪いこと言わないからさ、すぐ謝ってこいって。ああ、分かったよ。連絡を取ったが高野さんたちからの返信はなかった。俺は仕方なく二人の家へと向かった。
ルカにあんなこと言われちゃ今日謝らないと落ち着かないよ。どちら様でしょうか。鈴木です。高野さんたちにお話があってきました。鈴木様ですか。もう遅い時間ですし、明日というわけには。すみません、実はカクカクしかじかで。鈴木様のご両親には私からも連絡しておきます。お嬢様たちはここに上映中ですので静かにお入りください。上映中？高野さんが言ってたミニシアターですか。さようでございます。さあな。高野さん、ありがとう。俺？この映像カレンさんが撮ってたやつ？マザード嫌われた。ひどい。でも可愛い。好きなのに他の女子ばっかり撮って。でもイケメン。ルカの言った通りかよ。俺だって事故の後二人の様子がおかしいとは思ってたけど、普通罪悪感のせいだと思うだろ。本人たちだってそう言ってたし。でも本当の理由はこれか。1年の時高野さんたち主演の映画が完成したら話があるって言ってたけど、その話ってのも多分。マサト好き。こっち見て。プライドが高くて気持ちを素直に言えないお嬢様だもんな。交通事故の罪滅ぼしって口実ができたから突然態度が変わったってことか。マサト声かけるか。でも俺しか映ってない謎の映像だけど、編集はめちゃくちゃしっかりしてる。苦労して作ったんだろうな。かわいい。映像作品の上映中に声かけるのはなしだよな。だけどこれいつまで続くんだ。その1時間後ようやく映画が終了した。高野さん、まさ、なんで見てたの。いやー、ちょ、落ち着いて。羊さんに入れてもらったんだよ。それより本当ごめん、部屋から追い出したこと。二人が俺やルカのために言ってくれてたことは分かってる。でもいい作品作りたいからどうしても譲れなくて。鈴木くん、こっちこそごめんなさい。真剣に映画作りしてる二人の邪魔して。二人が頑張ってるの見てたから我慢できなくて。うん、分かってる。高野さんたちにはめちゃくちゃ助けられたよ。よかったらさ、これからも映画作り手伝ってもらえると嬉しいんだけど。もちろん。で、この映像なんだけど。わかってる。言いたいことはわかってるから今は触れないで。わかったけど、こういう使い方するならさ、今度から撮影許可取ってもらえると。あ、許可取ったらいいの？え、そういうつもりじゃないっていうか。申請する。今撮らせて。今？てかまだ撮るの？その後時間をかけて二人を説得し、ようやく家に帰った。それからも俺たちはコンクールへの応募に向け撮影を続けた。ある箇所の修正は別の箇所の修正を必要とする。作業量は尋常じゃなかった。作品のチェックのためまた先輩に来てもらった時、高野さんたちは先輩へ謝罪。先輩も反省の言葉を述べていた。めでたしめでたしなどと喜んでいる暇はない。締め切りギリギリまで粘り、俺たちは作品を提出した。それから2ヶ月、コンクールの表彰式の日。佳作は小岩高等学校の皆さんです。やった、よっしゃ。佳作、お金取って上映してもいいくらいなのに。喜ばーや。納得できない。まあまあ、また応募するし、その時頑張るからさ。なんなら今度は高野さんたち主演で。ジャンルはラブロマンス？あ、まあ高野さんたちがどうしてもって言うなら。鈴木くん当てるの？俺？監督だよ。主演俳優もやる監督いるじゃない。出て。見るです。もし時間があればもう一本だけ他の動画も見てくれるとすっごく嬉しいです。